みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。最近おすすめのお寺ありますかってめっちゃ聞かれるんですよ。なので今日はですね、私が愛してやまないおすすめのお寺トップ3を紹介します。この動画をガイドブック代わりに使ってもらえたらいいなと思います。もうただね、トップ3って言っても選ぶの超大変だったんですよ。近所にあるような町のお寺さんでも、もちろん世界遺産レベルの巨大なお寺さんでもおすすめしたい理由いっぱいあるし、超難しいです。これは本当に苦しかったです。ただその中でも私が実際に行ったことがあって感動したことがあるっていう経験をもとにランキングを作りました。なのでめちゃくちゃ変動します。あくまでも2020年5月現在の話です。秋ぐらいかな、行ってみてはいかがでしょうか。ということで早速お待たせしました、第3位から発表します。第3位、鎌倉の建長寺です。はい、私の地元の鎌倉でございます。建長寺っていうのは鎌倉五山の第1位です。鎌倉五山は何かというと、鎌倉にある禅寺の中で格式が高いトップ5寺院のことを鎌倉五山って言います。これの第1位、格式あるお寺です。これは鎌倉時代の北条時頼という執権ですね。五代執権覚えてますかね。はい、鎌倉時代の中盤ぐらいですかね。五代執権北条時頼さんと中国から招いたお坊さん蘭渓道隆さんで作ったお寺です。蘭渓道隆さんが中国から禅っていうものを持ってできてガンガンにその文化を伝えたお寺なので、禅を学ぶ道場として、当時は1000人にも上る修行僧がいたと言われています。でここで初めて建長寺が禅寺、純粋な禅修行をやる専門の宗派の寺ですよっていうのを宣言したんですね。だから今までそこまでのお寺さんって何々宗でもありながらいろんなことをできますよっていう場所だったんですよ。初めて純粋に禅宗をやるお寺ですよって言ったのが建長寺さんなんですね。ただその土地がポイントでして、もともと地獄谷って言われてるぐらい荒れた場所だったんですよね。というのも処刑場があったんですよ。処刑場でたくさんの人が亡くなられる場所だったので、お地蔵様が祀られてたんですね。で別のお寺があって、でそこを土地を使って建長寺を作ろうということになったので、今でも建長寺の本尊というトップのメインの仏様は地蔵菩薩さんなんですよ。禅寺で本尊が地蔵菩薩っていうのはちょっと珍しくて、座禅のポーズをとってこう頭ブツブツのお釈迦様がこう座ってることがほとんどなんですけど、建長寺に限っては地蔵菩薩が本尊なんですよね。処刑場だった名残です。ここがドーンってお堂の中に座ってらっしゃるんですけど、目がしっかりこう開いてるお地蔵様なんですけど、しっかりとこっちを見てるんですよね。目線が合うというか、観光客が多いので完全に1対1というわけではないですけども、もう静かな静寂な空間の中でお地蔵様がパーンと前にいて、その顔をほーっと見て何にも考えないで顔を合わせてられる、それがいいですね。さらにここがいいっていうおすすめポイント、もうワンポイント言うと、建長寺の半僧帽、これ行ってみてください。そこには12人の天狗様がいるんです。これ本当にいるんですよ。建長寺ってその広い境内全部突きと奥まで行って、さらに裏山を急な階段を200段以上ある階段をバーって登っていくと、身長にして150センチとか20センチとかそれぐらいの天狗様のお像が崖っぷちにちょん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 って並んでるんですよ。お寺を守るものとしての神様的位置ですよね。境内をこう見てるんですよね。なので私もこう建長寺というか鎌倉の街を見下ろせるんですけども、するとすごく景色がいいんですよ。もう山にお寺の建物見えて、しかも海も近いので海風も香ってきて、最高っていう時間が過ごせます。でそこで半僧帽の御朱印ももらえたりします。守り神としての天狗様にお会いするのもおすすめでございます。第2位、京都の浄瑠璃寺。もうこれは美人になれるお寺でござんす。はい、これはですね、場所で言うと京都府木津川市です。奈良から行った方が近いんですけどね。平安時代の末期に作られたお寺さんで、そのあまりの建物、お庭、仏様の美しさにもう
まあ一番特徴で挙げられるのが九体の阿弥陀様です。九品仏と言って上の上、上の中、上の下、中の上、中の中、中の下、下の上、下の中、下の下っていうので九種類の往生の仕方がありますよ。その九種類に合わせた仏様がいますよってことで九体いらっしゃるんですけど、その九体の阿弥陀様が横一列に並んでいる姿、それが結構圧巻なので、こうもうどこを見ても仏仏仏みたいな、もう阿弥陀様に視界を奪われるっていう贅沢体験なんですよね。こうポケーってできるんです。でもじっと静かにね、こっちを見守ってくれてるところの目線にグッと入り込むと、もう私は本当に極楽浄土の住民になれたんじゃないかなみたいな、そういう仏様から出てる圧にもう圧倒されるっていう、私は仏圧呼んでるんですけども、仏圧の素晴らしいお堂ですね。浄瑠璃寺はさすが国宝ですよ。でもう一つ有名な理由が、その九体の阿弥陀様が入っている堂が西側にあって、で真ん中に池があって、東側には真っ赤な三重の塔があるんです。この西の阿弥陀様、真ん中に池、左側に三重の塔、この中には薬師如来が入ってるんですね。この三重の塔にいるお薬師様っていうのは現在を表す仏様なんですね。浄瑠璃浄土っていうところにいらっしゃいます。まあこれが本尊なので、このお寺は浄瑠璃寺と言われてるんですけど、浄瑠璃浄土にいる現在を表す薬師如来、そして真ん中に池を挟んだ反対側には阿弥陀様。阿弥陀様は皆さんもご存知、極楽浄土にいる仏様なんです。これは未来を表しています。現在池を挟んで未来、この世池を挟んであの世、そういう世界観なんですよね。実は仏教ファンタジーがそのお寺の中で完成されてるんですよ。でもいつ行っても綺麗な花が咲いてて、あ、猫ちゃん飼ってるんですよね。猫ちゃんもトトトと歩いてたりして、山あいなのでその山の湿った風の冷たさってあるじゃないですか、あれが感じられるんですよ。庭と建物自体も国指定の史跡にもなっています。まあこれがなぜ第2位なのかというと、もうこの場所一体が素晴らしいんですよ。南山城エリアって言うんですけども、奈良、京都、大阪を全てこう行き来する交通の便のとてもいい場所だったということで、ここはかなり山あいな場所でありながらもお寺さんが栄えてどん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 作られてるんですね。であとお茶の生産もすごく多くて、茶畑、山、そしてこの山をこう行くようなこう曲線を描いた道っていう、まるでね日本昔話のような世界観なんですよ、その辺の景色が。だから旅の途中からどん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 テンション上がってきます。でも浄瑠璃寺たどり着くと、もうその素晴らしいお庭とお堂がバーンと目に入ってきて、本当に現実を離れたような感覚に陥ります。美人仏像がいらっしゃいます。これ秘仏なのでシーズン決まった時しか拝観できないんですけども、めちゃくちゃ白くて持ち肌で艶髪でまとまりがあって、ポーズもしなやかにスッとやっている、めちゃくちゃ美人な吉祥天様がいらっしゃる。でもね、浄瑠璃寺の、まあ、名前もいいじゃないですか、浄瑠璃っていうね。でさらにここも見てほしいっていうところを言いますと、九体の阿弥陀様が横一列に並んでるお堂、横長のお堂の一番右側にある不動明王と全財童子、金柄童子っていう3人のトリオ、これをぜひ見てほしいですね。横にいる金柄童子と聖鷹童子、何この顔、この金柄童子ちょっと忙しすぎるんじゃないの、忙しすぎてやられちゃってる人の顔してますよね。めっちゃ美しくなれる環境にいながらも、この2人だけちょっとお疲れモードなんですよね。これが面白くて、ぜひ浄瑠璃寺行った際にはこの横にいるお二人を見てください。もう泣く泣く外した、もうすぐ第3位を発表させてください。東京都世田谷区にある九品仏浄心寺さんです。これね、浄瑠璃寺と同じように九品仏九体の阿弥陀様がいます。東京にしては珍しい。世田谷区のあの辺はねすごく自然が豊かなんですよね。九品仏浄心寺さんはお寺の名前は浄心寺って言うんですけども、九体の阿弥陀様は九品仏さんがいるので、もうみんな九品仏九品仏って言ってて、九品仏浄心寺さんっていうのが通称でも言われています。はい、この浄心寺はもともと世田谷区の吉良家の家系である奥沢城っていう城があった場所なんですね。なのでやっぱり城跡だった名残でしょうかね、参道がまっすぐじゃないんですよ。お城ってこう城の門をくぐったらクックックと何回か曲がってからやっと天守閣が見えてくるじゃないですか。そんなように参道入ったらクックックと曲がって初めて本堂が見えるっていう、まあそういう豆知識もあります。でこの上司にさ、本堂様も阿弥陀如来めっちゃ大きい、でそれと向かい合わせになるように9体の阿弥陀様、上の
上上の中上の下で1個っていうので3体で1つの歩道で3つ建物がちょんちょんちょん並んでて、お城跡を改良した仏教ワンダーランドって感じで、うん、大きな仏様たくさん出会えることができます。こうね、こうお参りに入っていくと、まず閻魔堂があるんですよ。閻魔様、地獄の裁判官です。まずそこでなので一体死を体験します。閻魔様の前で自分は死にました、はい罪を償いますって言った後に、はいじゃああの世に行きましょうということで、どんどんの中入っていくと阿弥陀様9体並んでらっしゃるんですよ。はい、この世は極楽浄土に行きましたかね、あなたどうでしょうかねつって、大きな仏様と建物の中でこう目を合わせてぼーっとできる、うん、でもね細部まで見ると、あそこにあんな癖があんだなとか、ほんとここの水かきが残ってんなとかもじっくり見られる。これが贅沢ですね。本堂入って、ご本堂様の左側に五光四湯阿弥陀さんっていうのがいるんですよ。これがねアフロヘアの阿弥陀様なんですよ。珍しいですよ、日本でもなかなかいなく、京都府にあるのは有名なんですけども、この五光四湯阿弥陀、アフロの阿弥陀さんっていうのが、人々をどうやって救いましょうかねってめっちゃ悩みながら、こう長い時間修行した結果、長い時間悩みすぎて髪の毛アフロになっちゃった、あそんな阿弥陀様なんですけど、頭のボリュームが大きくて二頭身みたいになってて、体がゆるかわーみたいな思っちゃうんですけどね。ぜひ昆仏さんも、うん、もうすぐ第3位でした、おすすめです。第1位は奈良県の東大寺。いやもうこれは1位よ。本当に迷ったんですよ、どこを1位にしようか。奈良県にはもう本当に大規模な歴史も深いお寺ありすぎるんですよ。それだけでもう全部1位になっちゃうので、あえて東大寺を1位にさせていただきました。まあ、これは修学旅行で人生一度は行ったことある人多いと思います。ただ皆さん、大仏だけ見て満足しちゃいませんか。まあ、東大寺の基礎知識で言うと、8世紀ですね、700年代中盤に聖武天皇が作ったお寺です。これはね国分寺っていう、まあ、その国のお役所的な意味で作られてった全国のお寺の元締めですよね。そういった寺です。まあ、奈良時代っていうのは飢饉だったり天災だったり飢餓疫病が流行っちゃって、で結構すさんだ時代だったんです。でそんな時にじゃあ国の力を総力を結集して国民を助ける仏様を作ろうということで大仏の建立が決まったんですよ。で開眼法要があったのが752年4月の9日。これ今でも大仏の日となってますのでね、ぜひ皆さん4月9日には大仏様のことを考える一日にしてくださいね。これがなぜランクインしたか、やっぱりいいの改めて言わせてください。東大寺大仏いいですね。遥かなる仏様の前に我々人間はなんでちっぽけなんだと、もう体感できる場所でございます。はい、さらに右の奥の山側を登ってください。法華堂と二月堂というのがございます。これも国宝なんですけど、法華堂っていうのがね、奈良時代の建築がそのまま残ってて、中にはね福賢尺観音っていうすっすごい強そうな観音様がいます。手に剣尺っていうのを持っていて、紐ですね、これで悪者煩悩を懲らしめようっていう仏様なんですけど、まるで悪者を懲らしめる静かなる美、威厳のある観音様ですね。プラスそれを守るようにね、おびただしい数の仏様が密になって立ってるんですよ。もう全部奈良時代から残ってるものなので、歴史の古さっていうのは見ればわかる、空気を吸えばすぐわかる。いろいろお寺ありますけども、こんなに歴史あるものをじーっと見て、ずーっと静かな場所でぼーっとできるっていうのは最高の空間ですね。で、二月堂はお水取りっていうお松明をあげる修行が毎年あるんですけど、これもすごいですよ。700年代からやっている修行が未だに続いているので、我々が最近聞くようなお経っていうのは、実は鎌倉時代に作られた新しい宗派のお経が多いんですけど、その東大寺のお経っていうのはもう大陸から伝わってすぐのまんまのがそのまま脈々と続いているので、聞いたことないリズム、節回し、足音使ったり楽器を使ったり体の動きを使ったり、すごかった。で、あとじゃあ最後に行ってほしいのが拝田院、こちら行ってほしいですね。大仏殿を前にして左サイドにある建物なんですけど、鑑真が作ったもので、ぜひ四天王様をご覧になってください。むっちゃくちゃかっこいいです。
これは奈良時代の彫刻の最高傑作とも言われてるんですけども、4人の四天王っていうのは基本的に仏様教会を守るな、まるでもうあるソックみたいな立場なんですよね。階段院の四隅にね、東西南北役割決まっています、置かれてるんですけども、この時代にこんなに衣とか筋肉とか表情の動きを生き生きと作れたものかと、すっごい動きがあります。すっごいかっこいいです。はい、熱くなっちゃった。数ある世界遺産ありますよ、国宝のテレパありますけども、東大寺は広い境内の中で割と一対一になれる時間が取れる場所として私はおすすめしたいです。あの奈良公園一帯だけでまず丸一日確保してみてはいかがですか。はい、こういう感じでめっちゃ疲れた。今こんなご時世なので、今すぐお外に行くことはできないですけど、今行った場所はいつのシーズン行っても素晴らしいです。はい、行く際はたっぷり時間に余裕を持って行くこと、大騒ぎしないこと、撮影のルールを守ること、こういったマナーを守ってお参りしましょう。喋ってるだけでちょっと行った気持ちになれて楽しかったです。はい、ありがとうございました。以上みほとけでした。ナムー。